皆さんこんにちは、MMA ファイターの平本蓮です今日は全然体重も違う、梅野選手が一発盛り上げてくれて本当にありがとうございました。体重差的に全然勝負にならない体重だと思うんで、今日の試合は、全然多分しょうがないことだと思います。社長、来年の俺の一発目の試合をちょっと今日発表 したいなと思って、大晦日に来年本気で一番頑張らないといけない年だなと思ってるんで、2023年は社長、はい、ちょっと次の試合の相手ちょっと発表してほしいです。はい、連からですね、来年ちょっと試合したい、早いタイミングでしたいっていうのを聞いてて、多分そんな話になるかなと思ってリクエストのあった選手の中で一番ごっつい選手連れてきました。上がってくれますか。今呼び込まれました。平本蓮の対戦相手はなんとですか、斉藤です。すごいな。やりましょう、斉藤豊。興味深いね、これは。いやちょっと騒きたな。この場で斉藤豊 VS 平本蓮決定です。ものすごいカードが実現します。2023年春、もう4月ぐらいにやっちゃいます。じゃあ斉藤選手、はい、一言お願いします。皆さんお久しぶりです。ライジンの会場に来るのが自分の試合ぶりなので、こんなにたくさんのお客さん、やっぱり素晴らしい舞台ですね。この24歳の若者にね、戦いで伝えられることがあると思うんで、僕は平本選手を認めてるんで、全力で潰しに行きます。春の試合まで楽しみにしてください。ありがとうございました。ありがとう。じゃあ蓮、なんか一言まだあります？そうですね、会場にさっき朝倉未来がいるのを見かけたんですけど、今日バファリンを忘れずに飲んでください、皆さん斉藤選手との試合最高に盛り上げます。お楽しみに。2023年春先に実現する斉藤豊 VS 平本蓮の一戦を皆様どうぞご期待ください。斉藤豊対平本蓮、かつて同じケーブルで練習していた中でもありますが、この2人がなんと実戦で拳を交えることになりました。フェザー級戦線、さまざまな運命の糸が交錯してきています。平本蓮、次の相手はなんとライジンの元チャンピオン斉藤豊です。昨日五大サプライズそう言いました。梅野が X であるってことが一つ、今日平本蓮の次の試合斉藤豊で、正式に本人も受けるって言いましたんで、二つ目、三つ目、もう一つフェザー級で春組みたいカードがあります。牛久前チャンピオン VS 朝倉未来、2人ともリング上がってください。なんと今立ち上がりました朝倉未来、そしてなんとライジンの前チャンピオンである牛久潤太郎です。この2人が直接対決を迎えることになりました。このカードも来年の春やっちゃいます。じゃあそれぞれ一言ずつお願いします。はい、来年帰ってきます。ちょっと楽しみにしていてください。牛君、お互い
過去最高の状態でやろう。ういっす。このカードは僕も2年前ぐらいから本当に楽しみにしてて、ミクル選手と試合できることを光栄に思います。66キロフェザー級で最高の試合しましょう。これあ、そうだそうだ、コウジと芦田もサプライズだまあまあちょっとちっちゃいサプライズ、はい、これ大きなサプライズ。牛久潤太郎 VS 朝倉未来の一戦を皆様どうぞご期待ください。またしても大きなうねりを感じるこの2人の顔合わせ、そしてカード。いけますか、いけますか。来年の春に出現します。